2017年5月10日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第873話、村の葬式。5年前バイクでツーリングしていた時、富山県のかなり田舎の山道を通った。昼過ぎだったと思うが、山中の小さな村で葬式が行われているところに出くわした。出棺の最中のようだったが、霊柩車で運ぶのではなく、大勢の村民で棺桶をみこしのように掲げての出棺だった。どうやら村中の家を回ってから火葬場に行くらしく、いろんな家に立ち寄っていた。道が限られており、私は、その行列の真横を通り過ぎねばならない状態になった。見慣れぬ来訪者の私に、村民は珍しげな表情を送っていたが、仕方なく通り過ぎた。その日はとある旅館に泊まり、次の帰宅する予定だったので朝早く旅館を出て、元来た道を走っていたが、あの村をまた通ることになった。まだ朝早かったので、薄暗い中、あの行列がいた道を通ろうとしたが薄明るい中、道端にあの棺桶が放置されていた。ぎょっとしたが、さらに驚いたのは棺桶の横に死に装束のおばあちゃんが立っていた。そしてそのおばあちゃんは、全速力で通り過ぎようとした私に一言。まだあんたには挨拶してなかったね。ネットで見つけた怖い話。第874話、山の話。山の話を3つほど。1つ目、自分の親の知り合いが登山が趣味で、そいつから聞いた話らしい。この男がマニアで、登山道のないところを踏破する、通称、ルートファインディング、の趣味の持ち主。彼が言うには、奥地に行くと、絶壁を人がものすごいスピードで上がっていく様が見られるらしい。当然、絶対にそれはこの世の人間ではない。二つ目、その後、自分は大学でワンゲル部に入った。先輩から、先輩が雪山に入って避難小屋の中にテントを張って、深夜、猛吹雪の中で、外で哀然。登山靴につける雪用の鉄製の爪。を外す音がガチャガチャするという。その後誰も入ってこない。深夜、吹雪の中で哀然を扱う人間などいるはずがない。ましてや入ってこないのはおかしい。このような形で遭難者の霊が彷徨っているとのことだった。三つ目、その後、社会人になってから暇だったので、社会人山岳会に少しいた。その会では遭難しそうになって恐ろしくなり、それ以来、山はやめた。遭難は会津の東連峰に山スキーで入った時のこと。天気が回復するとの天気予報を信じて入山したんだが、一向に回復せず、吹雪が続いた。やめればよかったんだが深入りした我々三人パーティーは見事にホワイトアウト。吹雪で目の前が真っ白。にあって道を見失い、気がつくと日没寸前でそのまま夜になった。樹林帯を寝ずに突っ切らないと投資するため、夜間強行を実施し随分遅くまで彷徨った。余談だが、人間って極限状況になると幻覚が見えるのよ。自分の場合は木々の向こうに、家、が見えてかなり参った覚えがある。あ、家だ、と思うって近づくと森があるばかり。これはかなり嫌な経験だね。前を歩いていたメンバーは怒っていたし、後ろのメンバーは話していることが時間とともに脈絡を失っていった。ほんとどうしようもない思いで、その後、慶応小屋を見つけて僕らは命拾いしたんだけど、改正となった翌日は自衛隊が捜索に出動してきた。昨日の天気予報の誤報のせいで、僕ら以外のかなりの人が雪山に閉じ込められていたらしい。慶応小屋のおじさんによると、小屋に向かっていた人たちの中でも、来なかった人がいた。その人のものかどうかは知らないが、昼前に小屋に向かう道の真ん中で、山スキーが一本刺さった状態で見つかったとの連絡が入ったのを聞いた。深夜、山スキーしか移動手段がないのに、それを刺すことなどありえない。しかも一本だけ。
命のかかるスキー板は絶対に手放せるもんじゃない。感覚的だけどね。多分、このスキー板の持ち主は最後何か見たか気が触れたんだと思う。そういうことが起こっても全く不思議じゃないから。ネットで見つけた怖い話。第875話、不運な絵。現在進行形の話です。私の家の近所、数軒先に、先日まで空き家だった家があります。もう築30年ほど経つ古い家です。昨年、前の持ち主が他界されたので売りに出されておりました。その家にまつわる話です。前の前の持ち主、K さんはごくごく一般的な家庭。両親と中学生の娘の3人暮らしでした。娘さんは少々神経過敏なところがあり、中学に上がってから、親と衝突が絶えなかったようです。そして15歳になった夏、いつものように親子喧嘩した娘は風呂場で手首を切って狂言自殺を図ろうとしました。風呂に入り手首を切り、そして貧血のため意識を失ったようです。30年前ですから、今のようなお湯を入れて終わり、という風呂ではありません。ガス風呂です。娘は真っ赤に染まった風呂の中で湯だった状態で発見され、体中ふやけていたそうです。K さんはその事件の後、すぐに引っ越されました。K さんが引っ越した後、今度は I さん一家が引っ越ししてきました。I さん一家は両親、大学在学中の兄、中学生の娘の4人一家。兄は市外の大学だったため、夏休み以外はほとんど家に帰ることはなかったようです。中学生の娘はおとなしく、親に従順な子だったそうです。その娘が15歳の夏、体育の授業で飛び箱に失敗し、頭から落ち、脳内出血で亡くなりました。原因は友人が壊れていた飛び箱をよく押さえていなかったからだと、母親は娘の友人を恨んでいたようです。この頃私の母親も、愛家を訪れる娘の友人の姿をよく見たそうです。そして半年後、今度は母親が骨肉腫を患い、最後は眼球、鼻、唇などすべて侵されたため手術で切り取り、まるでのっぺらぼうのようになって亡くなったそうです。そしてその母親の死後から1年も経たないうちに、愛家のご主人は友人の紹介でご家さんをもらうことになりました。ご家さんをもらった愛家ですが、ご家さんはなかなか明るい方で近所付き合いも上手。息子ともうまくやっているようで、この家の住人も今度こそ落ち着くだろうと近所の人々は安心しておりました。しかし、結婚して1年後、ご家さんは風呂場でガス中毒、鳥ガスを作っていたため、で倒れ、ケイケの娘のように、湯船の中で湯だった状態で発見されたのです。当時私は、幼かったのですが、救急車とその家との雰囲気をはっきりと覚えています。まがまがしいような。近所では噂が立ちました。あの家に住む女性はみんな死ぬ。亡くなったお家さんに至っては、ケイケの娘と同じ状態で発見されたため、娘の呪いかもしれないと囁かれました。いつしか噂は町内の外にも漏れ、近隣住民では誰も知らぬものはないほどの有名な家となりました。愛家のご主人はそれからもこの不名誉な噂が立った家にずっと住み続けました。24年の年月が流れ、住民の様子も変わり、古くから住んでいる者も、噂を口にすることがなくなっていました。そして昨年、愛子は亡くなりました。息子さんが家を売りに出したのは今年になってからでした。古いということと、家の雰囲気がどことなく暗いことから買い手がなかなかつかない様子でしたが、今年の夏、町内の貸し屋に入っていた一家の引っ越しが決まりました。一家は4人、家中の明かりを灯して、今まで暗かった空き家にすっかり活気が戻ったように見えます。しかし、古くから住んでいる町内の者はみんな、息を潜めてことのなり息を見守っているのです。なぜなら、一家の娘は現在14歳。来年は15歳。あの家に住んだ娘は16歳になれないからです。
ネットで見つけた怖い話。第876話、クリムトの絵。家族と同居してるのですが、ある夜普通に自分の部屋で寝ていたら、隣の部屋にいる妹のものすごい怒鳴り声で目が覚めました。気になりつつ、自分の部屋で妹の声に耳を澄ませているとどうやら誰かと口喧嘩しているようなのです。相手の声は聞こえないので、最初は電話なのかな?と思ったのですが、何かどうもテンションが高すぎる。そもそも、妹は人と喧嘩ができるようなキャラではないのです。ただならぬ雰囲気に私は、妹の部屋に入って、お前誰と話してんの?と叫びました。すると、お姉ちゃん、だってこいつがうるさいんだよ。妹が泣きながら指さしたものはクリムトの絵、でした。私は、その時初めて、妹が精神に異常をきたしていることを知りました。絵は、それからも何度か妹に話しかけました。だいたい死ね死ね言われたそうです。妹は何とか頑張り、もうその声は聞こえてこないようです。長い上につまんなくてすみません。が、私の体験した中で3番目くらいに怖い話だったんです。妹の怖い話、第2くらいを。やはりみんな寝静まった夜中に起こったことです。ギャハハハハハハハ。と尋常でない笑い声が下の階から聞こえてきて、家族みんなが飛び起きました。今にいた妹に、母が顔面蒼白でどうしたの?と尋ねます。妹は肩を揺さぶられながらなおも笑い続け、学校に、行かなくちゃ、そう言いました。笑っているのに、顔が涙でぐちゃぐちゃでした。このことがあって以来、私は、人が爆笑するのが怖くなり、テレビなどでそういう声を聞くと心臓が跳ね上がります。ネットで見つけた怖い話。第877話、大きな人。ある有名な霊山に、友達が車で出かけた話です。夏、友人は車2台連なって、ある霊山に出かけた。霊感の強いメンバーが2名ほどいて、車中にいる頃から、様子がおかしい、のは気がついていたそうだ。はっきりと様子がおかしいと気がついたのは帰りの道中。夜になっていたんだが、車がどこにいるのかよくわからない。ずっと林道を走っているんだが、街に着かなくなった。時間まとにはとっくにどこかの街に出てもおかしくない。遅くなってから、霊感の強いメンバーが、もうどこかをぐるぐる回っている可能性が高いから、日が出るまで仮眠しよう。という提案が出て、場所が場所だけに、周囲も仕方なく同意した。深夜になって仮眠していると、真っ暗な山中なのに誰かが現れた。おい、何してる?と、とても音響が大きく、ぶっとい声だったそうだ。いや、これこれで、と一人が説明すると、早く帰れ、と一言だけ言ったそうだ。その時、車の中の人間が見たものは、異常に背が高い人間だったという。窓から見える腰が車のルーフにあるくらいの、とても大きな人物。車の後ろの方から現れて、前方に去って行くシルエットを見たら、優に3メートルはあって、二人連れ。のっしのっしと歩いていたそうだ。おかしいのは藁でできた腰巻きのような、彼らは古代人のような格好をしているシルエットで、それは現代人のものではなかったそうだ。翌朝、もう一台の車の連中にこの話をしても、そんな声は聞こえなかったという。かなり大きな声だったのにと彼は言っていた。ネットで見つけた怖い話。第878話、バックミラー。先月の体験談です。昼間に一人で車を運転していました。T 字路で赤信号に捕まったので、時間つぶしのために向かいの壁や、左右に視線を動かしていました。その時ふと、バックミラーが目に入りました。アトロにはワゴンが止まっていて、運転席には男の人が座っていました。
そこまでは普通だったのですが、私は、ワゴンの助手席におかしなものを見ました。おかしなものといっても、それは人です。赤い服を着た、髪の長い女の人が助手席にいるのですが、それが妙におかしいんです。隣の運転席の男性と比べて、かなり座高が低いように見えます。頭の位置が男性の肩くらいの場所にあるんです。背の低い子供でしたらそういう風に見えても普通なのですが、その女の人は頭の大きさや肩幅から考えて、一般的な成人女性と同じくらいの身長と思われます。ですから座席に座った時は男性と同じか少し低いくらいになるのが普通のはずなのですが、その女の人の頭の位置はどう見てもおかしい低さでした。しかも目が怖いんです。眉も目の端盛り上がり、車の外にいる何かを睨んでいるように見えます。バックミラーに映るその女の人の姿にゾッとしました。車が揺れているのか、自分が震えているのかわからなくなった頃に、信号が青に変わりました。私は、急いでアクセルを踏むと、その軽自動を左へ曲がりました。曲がりながら再びバックミラーを見ると、ワゴン車まっすぐ進んでいきました。しかし、それは変です。先ほども書きましたが、この道は軽自動で、直進したらそこにあるのは民家の壁です。え?と思った時には手遅れでした。ワゴンは向かいの壁へ恐ろしい勢いで追突しました。私は、急いで車を止め、降りてワゴンへ走りました。赤信号で止まっている車の運転手さんたちも急いで降りてきて、皆でワゴンに駆け寄りました。運転席を覗き込んだ私は、その時あまりの恐怖に声が出ませんでした。ワゴンの中には、一人しか乗っていなかったのです。乗っていたのは、赤い服を着た髪の長い女の人でした。ワゴンは左ハンドルだったのです。そして、助手席となる右側の座席には、誰も乗っていませんでした。女の人が実在し、何も感じなかった男の人こそが幽霊だったのでしょうか。その時は本当に目の前のことが信じられず、体がガクガク震えました。そして最後に、気づかなければよかったのにと思うことに気づいてしまいました。女の人は鏡の中で見た通り赤い服を着ていたのですが、その服は血の色で赤く染まっていました。もともとは白い服だったのです。その証拠に服の背中や腹のあたりは、まだ白いままです。きっと壁にぶつかる前は、まだ真っ白だったはずなんです。思い出すと今でも恐ろしいです。ネットで見つけた怖い話。第879話、占い。ある夜、薄暗い道をほろ酔い加減の男が歩いていた。男が歩きながらふと横を見ると、五十絡みの男が椅子に座って本を読んでいた。男の前にある机には、占い、と書かれた紙が貼られ、水晶玉が置かれている。男は占い師のようだ。男は好奇心から占ってもらうことにした。男は机の前の椅子に腰掛け、言った。うちの弟のことを占ってほしいんだけど、占い師はうなずき、弟の名前と年齢を聞いてきた。男は自分の名前と、5年後の年齢を答えた。男に弟はいない。少しからかうつもりだったのだ。〇〇バツバツさん、28歳でよろしかったですよね。占い師は確認し、水晶玉に手をかざして占い始めた。が、途中で顔色が変わり、周りに積み上げられている本を片っ端から調べ始めた。一通り調べてしまうと、占い師は汗をふきふき男に尋ねた。失礼ですけど、〇〇バツバツさんはご健在ですよね。元気ですよ、失礼な。そう言うと占い師は、弟さんに、体を大事にするように言ってくださいね。と何回も繰り返し始めた。どうしてそんなことを、男は尋ねた。あなたの弟さんね、占いの結果だとね、5年前の今日に亡くなってるはずなんですよ。ネットで見つけた怖い話。
第880話、黒電話。うろ覚えですまん。昭和初期の古い住宅。実際に今でも世田谷に重要文化財としてあるらしい。の話。家柄は官僚の家系のエリート。家族5人、祖父、プラス、主、プラス、妻、プラス、子供2人。ある日、いたずら電話が頻繁にあるようになった。娘2人はもうすでに嫁いでいて、家には祖父、主、妻の3人。少し時期が過ぎて、家が寝静まる夜中に何十回も鳴るようになっていた。内容は、無言電話。主はそのうちいたずら電話がかかってくると受話器を外して床に置き、それ以上かかってくることを拒んだ。また時期が過ぎ、いつものように無言電話がかかってくる主は受話器を床に置く。そしてそのまま寝床に着こうとした。すると受話器からボソボソ話す声が聞こえる。これは、と思い、主が起きて受話器に耳を近づける。また無言に戻っている。それが数日続いた。ボソボソと喋る声は主が受話器を手に取ると押し黙る。気味が悪くなった主はしぶしぶ電話番号を変えてみたり、電話局に連絡し、警察に連絡し、いたずら電話の相手から逃れようとした。しかし何をしても、毎日夜中に黒電話は鳴り続けた。すでにこの世のものではないものの仕業かと疑い、精神的に参ってしまった主は祈祷師にお祓いを頼み、霊的事象を信じるまでに至った。しかし、何をしても一向にいたずら電話は止まなかった。精神を病んだ家族はその家を売り払うことに決めた。由緒正しい家柄、家屋にもそれなりの価値があり、これは当時の価値観からして辱めを受けることと同義だったが、背に腹は変えられない。しかしそれが決まった数日後から電話は鳴り止んだ。嘘のように、そしてその数日後、実家近くに住む娘が亡くなった。原因は旦那による撲殺であった。夫婦仲は良くなかったと主も聞いてはいたものの、そのようなことが起こるとは、信じがたい悲劇であった。そして警察の手入れの後、娘の遺書が見つかったとの報告。主は娘の遺書を警察から受け渡され、その内容を見て悲しみのどん底に落とされた。いたずら電話は娘であった。助けてほしい、助けてほしい。そういった願いがその遺書には書き綴られていた。いたずら電話の犯人は分かったが、それが娘であったとは。いくつ期か過ぎ、悲劇から立ち直った主は変わらずにその古びた家屋で生活していた。そしてある日、またも無言電話が鳴ったのである。それは以前に亡き娘がかけてきた無言電話と全く同じ時間に、同様の手口でかけられてきた。これは悪質で陰湿な嫌がらせだ。主はそう思った。主は無言電話がかかってくると、以前にもそうしたように受話器を床に置く。そうしてやり過ごす。が驚いたことに、娘がした時と同様に、受話器を床に置くとボソボソと話す声が聞こえる。相手は娘でないのはわかっている。娘は死んだ。この事件を知っている者の悪質な嫌がらせだと思っていた。当然そう思うだろう。主は、当時最新の、録音機、を手に入れていた。そう。それを使い、ボソボソと話す声を録音してやろうとの企みだ。いつものようにいたずら電話がかかってきた。すると主は床に用意しておいた録音機の電源を入れ、録音を開始したのを確認して、受話器を横に置いた。寝床に着くとボソボソ話しているのが聞こえた。次の日に確認するのが待ち遠しかった。次の日、主は録音機を再生させた。そこから聞こえてきた声に主はそっと押した。そんなはずはない。そんなはずはない。気が狂いそうだ。その後、主はその家を売り払い、今に至る。家主はコロコロと変わり、そこに住んだ者は皆この黒電話のいたずら電話に悩まされたそうだ。噂によると、そこの内装を新しいものに変える際に、その黒電話のあった場所の下の床を剥ぐと女性のものと思われる長い髪の毛がいくつも発見されたそうだ。その髪の毛が誰のものなのかは今でも不明らしい。
内装工事も中止され、現在その家屋は国重要文化財としてひっそりと保存されている。場所は地図から削除されているそうだ。ちなみに漏れは世田谷付近に住んでいて、この話を聞いてから探しに出たが、この家屋を見つけることはできなかった。それって世田谷の旧長橋家家屋のことかな。そういや地図には載ってないや、でかいまググっても検索引っかかんねえや、学部る第一話。二人の用務員。激しく最近の話。俺が通ってる大学園っての、実は二人も用務員というか事務の人死んでまして。しかも一人は今事務室がある廊下で首吊って、もう一人は5階から転落死というなかなか壮絶なものでして。でその人たちの制服みたいなのが、ベージュのズボンに白シャツというもの。そしてそいつら出ました。二人連れで。俺は、吹奏楽部でパーカッションしてるんだけど、合奏の体型が、指揮者、ドア、廊下、クラリネット、サックスとバスクラなど、UFO、ホルン、トロンボーンとペット、この黒いのがパーカス。という感じで、夜7時頃だったかな。このパーカスのところから、この図で言うと左のドアの向こうの窓から新幹線の線路が遠くに見えて、そこをぼんやり見てたのです。で、いざ新幹線が通った瞬間、その窓にカーテンがかかったみたいになった。え？と思うと、実はカーテンじゃなくてベージュのズボン。しかも服のシワによる影がない。うわ、とか思ってよく見てみると、うつむいて、うなだれたようにして窓の外に二用務員のおっさんが二人立ってた。窓の外には10センチくらいのスペースがあったんだが、そこにうつむいて立つと絶対に頭が窓に当たって、まっすぐ立てない、はずなのに立ってる。しかもしばらく立つとふ、と消える。で新幹線通るとぶわ、と出てくる。鳥肌立ってゾワゾワしてると俺のドラムスティックがない。心当たりを探してみたけど結局見つからず、後輩も心配になって探し始めた。10分くらい探した頃、ふと、一つ音楽室の窓が開いてるのに気づいて、近づいてみると、窓のレール部分に、スティックが2本、揃えて置いてあった。俺がスティックを机に置いたのを後輩が数名目撃してたし、まず第一にそんなところに置くはずがない。その日は合奏終わって家に帰るまで、鳥肌立ってゾワゾワしてた。その他うちの学校ではいろいろ心霊現象が起きてまして、女の人の顔が便所の窓に映り込んでたとか、窓の鍵確認をしてたら、誰もいないのに肩を突き飛ばされたとか、体育館横の螺旋階段を、足のない二人組の男が登ってたとか、結構スリリングな学校です。今日のオカルトスレ。王将社長暗殺事件の犯人ヤバすぎ www。今日で1年やけど、手がかりなし。暗殺には25口径のイタリア製の拳銃で正確に急所の4発。絶対プロやろ。リンク。プロっていうか周りの防犯カメラに映らなければ素人でも絶対捕まらんだろ。事前に把握してなきゃ絶対無理やんそんなの。プロだから映らないようにしてたんちゃうか。逆にサイレンサー付き拳銃持ってる素人なんておるんか、銃持ってる時点で素人じゃないだろ。ワイはペットボトルで代用しとるで。お白露コーチやシューターやろ。そらもうガチの人よ。犯行に使ったのは盗んだバイクというシュートうっぷり。基本中の基本やろ。急所4打とかアホか。ヘッドショット1発で仕留められるワイの方がうまいわ。特殊部隊とかでも頭じゃなくてずれても絶対ダメージ入る心臓付近狙うで。25口径ならヘッドショット狙うより体幹部か大きな血管通っとるとこに連射した方が確実やろ。ゲームのやりすぎって怖いなぁ。ジャンプしながら逃走したんやろなぁ。多分不自然なステップとしゃがむのとジャンプ繰り返して逃げていったんやろなぁ。曲がり角で一般人とニアミスしたらナイフ振り回しそう。逆にプロだとしたら誰が雇ったかが問題やろ。犯人は国外なんやろな。しかし動機がさっぱりわからんってどういうことや。
バイク盗んだのが犯行の2ヶ月前とか。殺し屋って本当におるんやな。そもそも合法的に拳銃持てる民間人って日本に500人しかおらんし。それ本当に民間人なんか？競技用拳銃やで。警察官以外に競技者おるん？どんな人が射撃の競技やってるんや？すまん500人はエアピストル。空気銃。やったわ。本物の拳銃持てるのは50人やって、普通のライフルから始めて相当成績そこその他が優秀だと認められれば持てるらしい。本物の拳銃持たされても管理とかで胃痛くなりそうなとんやけどどうしてるんやろね。実際に撃つ以外警察署に保管せなあかんらしい。そうなんや、持ち出したら足がつくようになってるんやね。拳銃は警察官の自殺の道具 NO.1 なんやで、イタリア製の拳銃って判明したことから何がわかるんや？その銃の調達経路から犯人特定しようとするやろな。傷口は小さな穴が開いてるだけで最初病気で倒れたかと思ったらしいな。長山のりお事件でもやけくし刺されたように見えたらしいで。おい小池みたいに指名手配されても逃げ切られるのに。犯人の個人情報が全くわからんとか絶望的やろ。日本にいるかどうかすらもうわからない。今の時代に一切手がかりがなしってのがすごいわ。なんか一つぐらいは落としそうなもんだが、その日のうちに海外逃亡されたらお手上げやで。ヒットマンやとったやつは国内かもしれんけど。でも実際知人じゃない人間を強盗するでもなく殺すだけ殺して逃げられたら、警察はどうしようもないよね。こんだけの著名人が暗殺されたのに、犯人への手がかりが全くつかめんのやからな。日課の掃除のために一人で出社するとか防犯カメラの位置とかすべて調べ上げての犯行やもんな。外国人なら目立つやろうしほんまに誰がやったか想像もつかん。一発も外さなかったらしいな。どっかで訓練するんかな。銃を撃つ訓練ってだけなら別に海外でそういうの売りにしてるところいくらでも。問題は暗殺する練習なんてさすがに軍でもやらんでしょっていう。ワイムチなんやけど銃で心臓を撃たれた場合、ほんの何秒かは感覚とか意識あるの？不整脈なんかでほんの一瞬だけ脈が止まるだけで人間意識が落ちたり混沌するわけで。それが大元のポンプなんて打ったら一瞬で血の流れ止まって脳があかんでしょ。なるほど。じゃあ顔わかったとしても叫んだりできんかったか。頭より心臓狙うのはそうなんやな。リーサルウェポン。では頭を打たれても鍛えてて強いやつなら死にはしないみたいなセリフあったけどほんまやろか。めっちゃ痛いで死ぬほど痛そう。死ぬんやで。多分これやなベレッタの M950 やな。小さいなぁ、これ下手にゴテゴテしたケースつけたスマホより小さいんちゃうか。一年総杉内、王将ってブラックやったん？ブラックって言葉が流行ってない時期に社員研修が見にくいってことで話題に。闇深すぎ。日本の警察自衛隊は銃弾管理が徹底してるから裏の銃やろうな。この前も自衛隊が紛失した銃弾1発のために徹夜で八甲田山捜索したって言ってたし、そら薬莢広いとかいう地獄。なお銃弾管理会社は凶暴を任していた模様。まず事件後数日しか騒ぎにならずその後報道されてなかったことに違和感を感じている。ほんと怖い。そんなこと言ったら少女がさらわれて近所の外人男が殺して腰だけばらして捨てたって事件も、もう全然報道されてないやんけ。外人だったことが発覚して責任の有無がみたいな話になった途端どこも報道せえへん。閲覧注意。報道規制されたと思われるオカルトな事件事故。リンク。さすがにたまに報道されるで。手がかりなしの一点張りなだけで。護身用なんやから有効射程5メートルないくらいやろ。会話できる距離で撃ったはずとかニュースで言ってたで。使われたバイクは2ヶ月前に盗難されたスーパーカブ。
盗まれた挙句殺しに使われて取り調べも受けたやろしオーナー災難やね。動画かなんかで1から2メートルの至近距離から10発以上撃たれて避けてる一般人いたな。何発か当たっても生きてたりしたし意外と当たらないんだろ。それ間に気があったやつだろ。リロード中に反撃したやつな。なお、王将の社長が狙撃してからわずか1年で、中国から王将全店が撤退した模様。は。こま?餃子の王将、中国から撤退。日本の味受け入れられず。リンク。どうしても、何かを勘ぐりたくなるで、前社長がこだわってた中国進出に新社長が興味なかっただけだと思うが、それに関しては鼻から負け戦だったんだよな。そもそも中国人に言わせると、なんで日本人は焼き餃子なんて異端を喜んで食うの?ってことらしいが、日本人の感覚で言うとハンバーグ寿司とか豚カルビ寿司に近いんじゃないだろうか。餃子って茹でるもんだろっていう。焼き餃子って残り物の食い方やからな。すき焼きした次の日に鍋にうどんぶち込んだものを店でうどんですって言われたら切れるやろ。いやうどんならええやん。それでもうまかったら手のひら返すのが中国人やから多分本当に美味しくなかったんやろな。日本でも下手くそなバイトの時は味が落ちるようなレベルやし。ウィキにこんなんあるんやけど、同年12月22日には大東の自宅で通夜が行われ、遺族や会社関係者などの約30人が集まり冥福を祈った。6。日本中では、追悼餃子、なる現象も見られた。詳細は反応を参照。追悼餃子ってなんやねん。流行ったのか?ワイドショーとかでやってるのは見た。25口径ってところがプロだな。本来ならば流通の面で見れば22口径が一番手に入りやすい外力に劣る。神の怒り作戦でイスラエルの諜報員が街中での暗殺に使ったのは25口径の弱装弾。誰も暗殺に気づかなかった。銃器は多分ベレッタの M950 だろう。発砲音は弱装弾やサブソニックでなくても本当に小さい。家の中なら気にならない音だろう。問題はこの銃は流通が非常にシビアでプロかマニアしか手に入らないってところだ。お前詳しいな。銃器マニア以上に仕事してたんか?殺し屋ってことか?わら。とんでもない。昔銃器ライターだっただけで知識だけはある。そんな流通しないの使ったらし。おしまい。